こちらに新しい子がお迎えされましたお誕生日柄のポーズミッフィー、やっぱ可愛いね、なんかはい、まあこんな感じでね、この子と一緒に今後動画を撮りたいと思います。で、まあ、今回の動画なんですけど、前回のミッフィースタイルでですね、くじを、まあ、購入したんですよね。で、その動画はまだ上げてなかったんですけど、今からちょっとお見せしていこうかなと思ってます。で、今回は8個かな、6000分ぐらい買いました。まあこのね、アトマイザー、まあ、ついでにもらいたいなと思って6000分にしたんですけどね、まあちょっと高くなっちゃったなって感じがしますね。じゃあその結果をね、お見せしたいと思うんですけど、どうなんだろう、サムネイルで見せちゃってんのかな僕まだサムネイルすら作ってないからわかんないんですけど、とりあえずね、一個一個お見せしたいと思います。じゃじゃん、はい、 F 賞一番下ですね、ダイカットメモ、これ星の姿になってます。これ中身は後で開けようか。これはね、雲の上に乗ってるミッフィーですね、をゲットしました。次2つ目、じゃじゃん、また F 賞ですね、流れ星に乗ってるやつですね、これが2つ目です。3つ目、じゃじゃんと、またメモ帳。いやもうね、やっぱ F 賞当たりやすくて困るね、本当にね。この3種類ですね、手に入れたんですけどね、手に入れたんですけど、まあ最下位って言えばいいの、一番下の賞だからね、まあ手に入れられて当たり前というか。ただね、今回の絵柄はね、全部当たりなので外れがないんですよ。そこがすごくいいですよね。で、残りあと5個になりました。ではでは、4つ目はこちらです。 E 賞ですね、 F 賞の次の E 賞が当たりました。これね、ステーショナリーケースって書いてありますね。開けてみないと分かんないんですけど、種類はこんな感じであって、僕は今回ブルーを選びました。全部可愛いよね。後で開けますね。次5つ目、じゃじゃんこれもね、ステーショナリーケースで、これはね、なんだ、パープルか、はい、パープルを選びました。なんかね、この中の色合いが一番好きだったからっていう理由だけですね。まあなんかこれはね、メモ帳で手に入れたから、まあいいかなって思って今回はスルーしちゃいました。個人的にね、これが一番嬉しいね。流れ星可愛いからさ。これどんな感じなんだろう、ただのポーチなのかな。これで5つです。やばくないですか、もう残りあと3つですよ。じゃあ6つ目かな、6つ目はですね、じゃじゃん、こちらです。 D 賞、無事に D 賞は当たりました。でね、これ全4種なんですけど、迷ったんですよ。あのお星様のセーラー服っていうメインの水色の子がいるんですけど、水色の子かこの子かで迷ったんですよ。まあ、メインいいなと思いつつも、やっぱりね、色合い的にはこっちの方がちょっと映えるかなって思って、ね、こっちを選んじゃいました。でもメインの しとけばよかったかな。やっぱね、このくじのメインってね、あの水色だったからね、ちょっと後悔若干してるまあもう一つ D 賞欲しかったなって感じもしますね。まあそんな感じです。で、ごめんなさい、訂正なんですけど、あの8つやってきたって言いましたけど、8つじゃないですね、7つですね。あ、違う、あれ7つ、ちょっと衝撃的なことが、まあちょっと後ほどじゃじゃん、これが7つ目です。1,2,3,4,5,6,7 つ目です。 B 賞当たったんですよね、嬉しいですね。トートバッグです。ロープ紐のトートバッグになってて、今回で2種類あるんですけど、流れ星の方を選びました。はい、これも後で試着してみましょうか。はい、ってことでね、7つ目です。で、さっき8つって言ったじゃないですか、あのちょっとね、あれってなってしまったんですけど、ここにくじの剣があるんですけど、僕8つやってきたんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8、8枚あるんですよね。ここにあるのが7個なんですよ。ってことはですね、ってことは多分1個商品もらい損ねた疑惑があります。
やっちゃいましたね。僕バカですね、本当に。うわー、多分でもこれなのかな。F 賞だと思うので別に、まあ、もらい損ねてもねいいんですけど、多分ねミッフィースタイルの、ね、店員さんもねバタバタしてたからものすごい混んでたんですよ。だからね、まあ仕方ないかなって、ね、7つですね、7つの商品を手に入れることができました。ちょっと A 賞がね手に入れられなかったのが残念でしたね。前の2人が1回ずつ引いて A 賞を手に入れるっていうことしてて全然空いてないんですよ。まあでもね、いいのは手に入れたよね、本当に。見た感じすごくいい感じのものばっかりだから今回もね、変えてよかったかなって思います。で、じゃあこのくじの判定もね、後でダブル抽選ですねやろうかなって思いますが、まず最初にこのグッズのご紹介していこうかなって思います。まずはまずは大カットメモ帳1枚開けよっか。これ開けようかな。このスヤスヤのやつ開けようか。中身同じなのかな。ちょっとちらっと後ろは、後ろは無地ですね。ちらっと、あ全部同じっぽい。うん、こんな感じのメモ帳ですね。裏側も特に何もない、本当に完全なメモ帳でした。はい、多分じゃあこれも同じってことですね、きっと。ダイカットメモ帳はこんな感じになります。で、次はこのステーショナリーケースですね。どっち開けようかな。こっち開けるか。これはどういう感じなんだろうね。あ、結構薄かった。すごいペラペラだ。うん、めっちゃペラペラだ。あ、こんな感じなんですね。なるほどなるほど。ほんと薄い、薄いなんていうの、プラスチック製の入れ物って感じですね。通帳とかなんか大事な用紙とかそういうの入れとくのに良さそうですね。まあちょっと分厚いものは入りにくいですけど、薄いものはいっぱい入れるので、まあ、使い勝手としては十分なんじゃないでしょうか。大きさもそれなりにあるので、僕なんかは切手とか入れそうですね。前なんか切手用のなんかファイル買いましたけど、こっちでも良さそうですね。じゃあ戻しちゃおう。で、次にマスコットかな、 D 賞。はい、こんな感じです。あ、頭でっかち、可愛いね。ゲーセンのタイプと結構似てますね。ちょっとゲーセンのやつ持っていきましょうか。5月頃撮ったゲーセンかな、こんな感じです。あれ、でもこっち顔がなんか四角いね。まんまる、なんだろう。こっちはね、多分とんがり耳のミッフィーをモチーフにしてると思うんですけど、これ最近のミッフィーをモチーフにしてるのかな。なんか丸いね。あ、なんかこれピンがついてるんですね。そっか、じゃあこれ別にこれでつけるじゃなくてもいいんだ。だとしたら結構使い勝手良さそうですよね。カバンにピトって貼り付けることもできて、ちょっとどころじゃないですね、結構可愛くなりそうですね。例えばこのカバンとかもここにピトってピンを使うことで、うん、貼り付けられるので結構可愛くできそうですね。いいですね。で、最後ラスト、これですね、 B 賞。いや、嬉しいですね。なんか B 賞もさ4つしか当たんないんだっけ、1回のくじで、うん、4個しか入ってないから、まあ、無事に当たってくれてよかったなって思います。これも開けてちょっと試してみましょう。カバンね、こんな感じになります。紐めっちゃ可愛いね。これ女の子すごい好きそうな感じだよね、ナチュラルな感じで。で、カバンの中身はこんな感じです。まあ本当に普通のカバンでした。中は特にミッフィーの柄があるわけでもないので、中は普通でも表が可愛い。で、実際、ね、かけてみるとこんな感じなんですね。使いやすそうですね、結構ね。ちょっと僕ね、変な見た目してて申し訳ないです。あの、上下のバランスおかしいと思うんですけど、そこ気にしないでください。これね、裏面は何もないんですよ。だから表だけですね、ミッフィーは。でもそれでも可愛いから全然いいと思います。ありだと思います。これ当分はちょっとこれ僕は家に飾ろうかなって思います。はい、じゃあ最後にね、このくじの判券でダブルハッピー賞狙ってみますか。まあ当たんないのは分かってるんですけど、でもね、
ちょっと挑戦はね毎回していこうかなって思ってるので。はい、じゃあ台東くじのサイトにやってきました。開いたらね、いきなりミッフィーくじが出てきてびっくり。でもなんか前回もそんな感じでしたよね、確か。いいですね。はい、ダブルハッピー賞キャンペーンいきます。1回目ハズレ。はい、2回目ハズレ。はい、3回目。はい、4回目ハズレ。はい、5回目かな。ドン、ハズレ。6回目かな。ドン、ハズレ。次7回目ドン、ハズレ。はい、とうとうラストです。早いなこれ。ドン、ハズレ。まあ分かってはいるけど、分かってはいるけど期待してしまうという。まあ、なかなか当たんないですね。これ当たってる人って相当運いいよね。強運すぎる。このね、当たりっていうこの映像をね、いずれ撮れたらなと思うんですけど、いつになるんですかね。一生ないかもしんない。はい、じゃあ今回はこんな感じでくじの結果は終わりたいと思います。はい、まあね、ダブル抽選もまた失敗に終わったところで、今回の動画は終わろうかなと思いますが、もう今回もね、いいくじでしたね。当たりがたくさんあって、どれもね、ハズレが少ない商品だったから、もうこういう時にね、いっぱい引きたいよね。ちょっとね、ハズレが多いくじもやっぱりあるから、そういう時はね、買いに買いしちゃうんだけど、今回はね、8回待っちゃいました。はい、まあじゃあそんな感じでね、この辺で動画終わらせていただきたいと思います。またね、多分半年後とかくじあるんじゃないかな。なんか毎年半年に1回ぐらいやってるっぽいから、また次のね、くじを楽しみに待っていたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。